います。仲良く3人でね、1台回そうかなっていう。ここからは凱旋、凱旋です。はいはい、というわけで糸井さん、はい、移動してきましたよ、ついに本丸来ましたね。もう明日の4時までこれでしょ。そうですね、まさか2019年の間に打てると思ってなかった、うん、あ、グラフ映しとくか、今どういうことが起こってるのか。そうですね、スランプグラフめちゃめちゃいいでしょ。うん、でもしかしこれ、この台ゴッド2発引いてるんで、あと実は僕この台のこと知ってまして、はいはい、SGG も引いてます、あの赤7、普通に赤7揃いも引いてる。なるほど、頼まれたって感じですね。そう、でもちゃんと徘徊してたか、ま、そうですな。いや、やっぱり俺の仕事はここまで、ちゃんとジャグラーでプレミア告知引いて、で、みんなのために2人のために凱旋取って、ここまでが俺の仕事やから。いや、こっからもう君頑張ってよ何もう、あ、もうはい終わりみたいないや、俺はね、今までセブンズ TV でゴッド引いたことないんだから。いや、今日じゃん。今日か、なるほどね。あと24時間ちょうど引けるかもしれない。あ、ちなみに今からゴッドなのでお年玉の金額が変わります。こんな感じ。はい、なのでえぐい、えぐい、ハレルヤやってみたいハレルヤやってみて、もう大生産スペシャルみたいになるから今日。そしたらじゃあ、まあとりあえず行ってみたいと思います。右上がり258ゲーム、淡い期待、ひななが2連、おひななが3連来ましたね。ここだね、ほい、あー弱っち、あう、まあでもいや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 、うん、あるから 20% だか 25% だかあるから、ここの数字はもう1でも当たるよ。強気やな、えらい、天井手前でしか俺あれで当たらんと思ってるんやけどおいったー、しゃい276ゲーム、うえい、素晴らしい。右上がりか、まあ、キナナ3連か、まあ、モードが良かったんで普通にコウモールで刺した可能性もあるんで、ランプが注目。あ、白のまんまですわ、それ先付きやからが。来ました、キナナ4連、よし、オーケー、まだ終わるな、まだ終わるな、あ、終わりました、終わりました。乗ってるよ、プレミア告知出した俺は乗ってるよ。はーい、ワンセット目終了。のっけからこの順蔵はマジでやばい嫌われてる。いや、次セット400枚取ればいいんだから。まあ確かに、強気に行こう。オッケー、ひよったら負けだから、ゴッドは。すごい金言を言われてる、うん、い、 いやー、ゴッド引きたいな。いや、これで引いたらすごいよ。あ、やば、マジで言ってんの、マジで言ってんのか。うわ、こっちでした、行ったわ、やば、落としてもゲット、ゴッドじゃありませんでしたが、赤7ゲットでございます。だって今数字出てなかったもんね。うん、やば、ゴッド引きたいな言ってね、赤の方行きましたね。はい、ありがとうございます。というわけで SGG 行きます。 EX じゃないかな、 EX で7万やろ、お年玉。いやいや、そんなうまくいかないから。おい、おい、いや、いやいや、いつ、まあ、いつもある煽りなのにめちゃめちゃドキドキしたわ。いや、だそうな。え、まだカットインゼロ。ゼロ。75% 取ってこう。オッケーオッケー。お、え、ラストで来たらやばいよ。ああ、そっちか。夢は繋いだ。もうお年玉早速1個達成。え、じゃあもう俺。お年玉分なくなってるわ。そうやね。いやいやいや、やっぱりね、献身的にやるのが一番ですからね。というわけで順増戻しました。3連906枚、こっからです。 SGG で1回もフェイク引いてないこの状態で継続するかどうか。いったよ、 OK、 一発はいった。すげえな、柴田さん。
俺はねオールナイトの柴田さん違えわ。やっぱ人気がねえってから出玉と立ち回れて見せるしかねえんだよでもこの卑屈さは2019年に置いていく総決算ですから今日は、うん、そうだね、うん、気なない御礼行くのか。まだわからんまだわからんまだわからん素晴らしい。ああオーケーオーケー。これでゆとり君に GG の状態で渡せる。芝生君芝生君、はい、芝生君交代交代の時間です。はい、じゃあ残り AT8 ゲーム残して、はい、交代です。ということで2周目芝生が取った凱旋、芝生がとんでもないことを起こしている凱旋いや乗り打ち的にはすげえありがたい展開。ありがたいよ、うん、ということで芝生が残した AT は1503枚。俺これ仮に最大天井まで行ったらマジで当たらないまま交代まであり得るんだよな。マジ怖い。いやまあポジティブにいこう。あーもう芝生くん本当にありがとう10ゲーム芝生様様。じゃあ芝生の SGG のループストックだね。これはナイス芝生よかったね。ループ出てきて本当にありがとう。はい、ということで芝生くんから受け取ったゴッドゲーム6セット終了1772枚。いやまあさすがにないか。いやでも芝生くんはよう頑張ってくれたな。リップさんよしよし、リップ4、お、リップ5、リップ5久々にさ、リップ5連なんて。いや、嬉しいよ俺はだって、落とした間もありえないし単純にすげえわ。俺はみんなと一緒に勝利を分かち合いて。そうだよね、それか、頑張ろう頑張ろうぜ、Gストップ頑張ろういいねいいね。よー裏に G ストップ2つもあんのに。やれもうお前 G ストップ2個あんのに足りなかった。足りなかったマジでか。いやすげえな気分。やばー、いきます SCG。 俺今日引き強いかもしれん。もう関係ねえ揃える。本当に下手だわ SGG。 まあ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 、お年玉発生しないんだから許してよ。結構でもねこのゆとりくんのね G ストップ3発はね、うん、可能性を秘めてるよ。ここでもう負けがないところまで持っていける可能性まである。最低でも残り2つで3セット欲しい。あーそうだね、うん、3セットは欲しい。まあそりゃそうよ、うん、はい、ということで2セット終了608枚。まあこれで終わりです。さあここから G ストップ、いいね、2発いくぜ。6ゲーム G ストップ、リップ5連の G ストップいきます。あー最悪や。おわお前今違うじゃん。置かないと今諦めてたよね絶対に。いや違う諦めたんじゃない、臆病になった怖くなっちゃった絶対に通る。15ゲームあここだよしお前絶対さ揃えるな絶対やめろもったいない。あやめろあこれだけはダメだ。まあ俺 G ストップでほら3って言っちゃったから勘違いしちゃった。この子俺は3セット欲しいなって言ったんだけど 3ね。なるほどね、勘違いしちゃったこいつ自分が何したか分かってないこいつあーやっちゃったな。まあまあまあでもまあ乗んないよりいっか。17ゲーム3セット、引き継いで3セットの910枚。いいよ。えここで中断機だな。一番上中断機だな。そうよねもう全然天国というか当たってておかしくないもん。え中断キナナから。いやうえー、うえー、
ったんか、ゆとり。こういうことだったんか。来たか。やば、神がかってるわ。遊んでるこいつ、凱旋で。そうだよな。そうなんよな。あ、結構すごいな、でも。結構やばいこと起こしてるよね、今。あの、前編、中編、後編があるじゃん。うん、もう前、やったわ、マジで。やべえ、ゆとり。マジで。お前、最高だよ。ちなみに、これ、もう1万円か、5万円。俺、これ、レアすぎた気がするな。おー、よかったっけど、いや、うれしい。3万2000円。おめでとうございます。あたす。あたす。さあ、お年玉確定の SGG、いきます。駆け抜けチャンス。駆け抜けチャンス、あと3ゲーム、あと2ゲーム。こっから確率変わるんだよな、フェイクの。いいよ、いい流れ。ナイス。まあ何かしらループストックと 50% と 75% だよね、どっちか。 OKOK、マジで何セットあるか分かんない。いったんじゃねえか。やったね、リップ5連。すごい。やばいよ、ゆとり。欲しい、俺欲しい。4分の1だ。見なかったことにする。引きずんない。うわ、広角だ。うわ、すげえ。いけ。よし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 、うまいうまい。オッケーオッケー。揃わないのが一番ダメだから。うん、8セットまで確定。すごっ。え、すごくない。まあ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 。うわっ。私生で見ちゃった。奇跡の瞬間を。うわっ、やばいな、これやばいよ。まあそうなんだよな、81はな。ありえないくらい鼓動早いわ今。こんなに汁出るか。 AT 中で渡すわ多分。いいんすか。このやり取りなんか3年前もやったな。まあ俺も AT 中にもらってるから。これで終わりそうだな。50ゲーム残しといたから。ありがとうございます。めちゃ仕事したと思う。それはもう誰も文句言わない。またやってきました、引き弱クズ野郎やってきました。改めまして、私人間体感機ワロスです。やっとね、得意なフィールド外線に来ました。まあゆとり君がかましてくれたんで、僕もその波に乗ってゴッドを引きたいと思います。さあ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 、こっからもうわからないループストックだから十分あと1個出てきてもおかしくない。わ、ないんだ、不思議。わ、きっちり確定分だけだったか。逆に難しいよ、やっぱ1個は出てきちゃうもん、ね。うん、動画見てるお前らは分かんないと思うけど、いろんなことがあったぜ。天下の三重県オールナイトのキング観光サウザンと鈴鹿店さんですよに来てくださってるで。いろんなことがあったな。あ、もう汗びちゃびちゃだぜ。行くぜ。オールナイトは何が起こるかわからんな。わからんな。え、いただきました、スゴジュ。ありがとうございます、頑張ります。ワロス君や、今のスゴジュくれた人はね、一昨日鎖骨骨折してそのまま手術して、昨日無理やり退院したらしい。なんでかっていうと、ワロスの大ファンだから、今日来るために。俺の鎖骨でよければあげるんだけど。すごい熱量だよ、もうオールナイトはね、違う、何もかも違うね。異世界かと思ったもん、行きの車で死んだのかもしれん。あ、なるほど。で、異世界転生してる今。じゃなきゃおかしいよな。ゼロから始めてるかもしれない。セクシー女優あったと思ったら、緊急手術も受けて、もう特立隊員無理やりした人間がすごい銃持ってくるんだもんね。多分これ異世界だよね。うん、異世界だねこれ。俺が知ってる世界でそんななかった、うん、なかったなかった、うん、来た。はぁ、来た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 、中断機だな。来たやべえ、
いや過剰だよ。また薬を疑われて終わる。中断キラーないつもそれとも、はい中断キラーなって感じ。あいーっつって、あいーってちゃうちゃうちゃう。オールナイトがやばー。オールナイトがそうさせてんだよ。鳥その出目はまあ揃うでしょ。熱いよこれ。しゃー、お年玉獲得。それ言ったな、お前なんかその中断キナナがうんたらかんたらいつもやらないって、あえてやらないことをやってみたんだよ。なるほどな、異世界なんだから変えていかないと。異世界に合わせていかないと。ずらしたわけだ。そう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 、奇跡を見る準備できてる。いやもうできてるよ。いきますよ、2019年最後の SGG。 ワロサギャラリーすごいよ、みんなあんたに期待しとるわ。やるしかねえ、異世界体感機何者か分かんねえみたいな。行くぜ、おら来た。汚い出目が。もうプレッシャーがすげえ、関係ねえ。ちょーい、おい、 EX いくらだっけ。 EX7 万、7万円チャンス。やべえぞ、行くぞ。あー揃っちゃうかな。まあ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 、オッケーオッケー、やり直しましょう。いやお前変なテンションだな。まあ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 、いいよいいよ、行くぜ。わ、来たわ。マジで、おい、そんなことあんの。いけんぞマジで。いや今中段でプレイも右上がりキナナも中段キナナもこの SGG で全部引いてるからあり得るよ。揃っちゃうなこれな、揃わねえんだ。お、やばい、来た、超熱いよ。マジでマジで言ってんの。50%。うわーやばい、来るぞマジで。うわまだ安心できねえ。頼むぞ。あーこれ EX ないわ。あ残念。嬉しそうだなお前、ふざけんな。見たかったな、あの 50% 通せないのはマジ弱えな。いやまだね EX チャンスが終わったわけではない。もうこれ EX だったらやばいじゃん。2019年最後のいい時の自分、ほらこうなんだよな、この言葉はな。あーまあ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 、ドラマ終わったよ。いやでもすごかった、見応えあった。もうギャラリーすごいわ。すごいな、あれ上がるよな。あれは上がるわ。ワロさん、え、今パチスロやってるね。これか。危うく2020年で何が分からなくなるのかあった。迷子になるとこあった。はい、サンセット1003枚、分かってる分はここまで盛り上がりの反面、意外とサンセットこれがリアル。まだあるかもしれん。そうなんだよね、うん、何を諦めてんだと。大量ストックの時は大体ね潜るんだよ。なかったね。うるせえ。リアルを突きつけるな。これがリアル。いやワロさん時間なんで、うん、オッケー、チェンジチェンジ。でも開けただけだからラッキー。はい、それではワロさんから一旦バトンパスされたんでちょっとの間打っていこうと思います。どれだけ打つか分かんないです。芝生くん、そろそろ年越しの準備しましょうか。年越しお祭りタイムがあるから。そうですね、じゃあ次会う時はもう2020年の芝生とお会いしましょう。はい、というわけでですね、皆さん改めまして明けましておめでとうございます。2020年でございます、実戦に戻ってまいりました。喉がガサガサですが、まだまだオールナイト終わりません。気合い入れて次のバトンを渡すまでなんとか初当たり引いて AT 状態で渡したいと思います。頑張ります。それでは2020年一発目のレバー、何事もなくすると、天国準備追ってもおかしくないんやけど、もう一発いかへんかったら、あー押しちゃったー。おら
761ゲーム赤7でございます。お年玉ゲットじゃないのこれ、からだったっけ、俺見えないですね、あれトマト、止まっとろい。いや、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。本日2度目の赤7。あ、2019年一発目は赤7からスタート。イエーイ、いきます。よし、 SGGX、違うわ、頼まい。お、演出がない。さあさあ頑張れ、諦めんな。いや、あ、最悪やもん。最悪よ。いやもう最悪よ。自由だな、自由すぎるだろ。もう無理よ、全部いいよ。落とした玉泥棒や。はい、というわけで中編終了いたしましたね。残酷な赤七単発終了。しかしこの後奇跡が生まれるんですよね。これは見てみないとわからない。お年玉は誰が一番ゲットすることができるのか。さあ激動の後半戦、ラストまでお付き合いください。どうぞー。